先月の静岡空港の搭乗者数は4ヶ月ぶりに1万人台を割り込みました県によりますと先月の静岡空港の搭乗者数は7073人でした国際線は全便が欠航となっているためすべてが国内線の利用者です運行を再開した岡玉線や 出雲線福岡線で搭乗者数が前の年の同じ月と比べ増加しましたしかし5月の搭乗者数と比べると全体で4724人減りましたそれでも新型コロナの影響を大きく受けた去年と比べると増加傾向にあり3ヶ月連続で前の年の同じ月を上回っています静岡空港では今月16日から FDA 熊本線の運行が10年ぶりに再開しました県は新型コロナの感染対策を取りながら熊本線をはじめとする空港の利用を促進していく方針です